仙台七夕まつりは明るい日差しによく映える豪華な吹き流しをイメージされる方が多いと思うわけですけれども、今年はですね、仙台七夕まつりの夜を彩る新しいイベントを準備いたしました。これは郡仙台市長が今日の定例会見で発表しました。8月6日から8日までの仙台七夕まつり期間中、青葉山を舞台にした仙台七夕ナイトフェス宵明かりが初めて開催されます。仙台城跡では石垣にプロジェクションマッピングを施したり、伊達政宗の騎馬像を黄金に彩る特別なライトアップをするということです。郡市長は仙台の街の新しい楽しみ方として、観光客はもちろん市民にも体感してもらいたいとしています。